は早い。なんでやってる。すごい。すごい。の方が同様管理機に取り付けて、15メーター肥料を担当するって言ったこういう形になる、はい、この幅からですよ、7メーター、7メーター飛んでいくんです。でもう、普通工事に飛ばす時には流材のばらつきがあるんですね、はいはい、でこれは恐竜からペレットまでその流材の中に関係なく均等に触れる唯一の機械です。すごい、まあ、ちゃんと 4、5 分で作業が終わりますので、この遠近化でのなんか体を極秘しないでできるというですね。これもすごい。これも、あ、そうです。これはもう、これが、ロータリーが、の幅のによって、4畳、6畳、8畳って、変えるんです。こっちは野菜とか、まあ、麦もそうですけども、追肥ですね。真ん中の畝と半分ずつ。使うね、対応の。どれも、トラスタカルシって言って、引き上げ、同時にできる機械です。カタログもらってるんです。あ、どうぞ。はい、すいません、はい、ありがとうございます。